ほいさ、お疲れ様です。こんばんはです。ミュートになってないかな。レジ集めて、人減っちゃってるな。レジ集めやっていきますかね。毎度おなじみ。マップできてちょっとやりやすくはなったのかな。あ、レジェンダリー任務あったね。CG とかコールドデューティやろうかなと思いつつ、デイリー終わっちゃうとな、やることが なんだよな。これ裏でちょっと量産しとけよかったな。失敗したな。ん？何個だったっけな。全部10にするか。27。あれ？いいか。この塩がいらんとですよ。めっちゃ使ってっからだろうな。ピックが増えないもんな。まあ拾わなかったのもあるか言うて。よし、銃だね。武器が出ないんですよ、私。本当に。どうなってるんですかね。で、レンジャーで行ったら、ポロッと武器出たんだけど、まあ、いらない子。250が見たことがない。嫁には頑張ってほしいな。全部楽しいから。安いから、アンスもやらなかった人が勝っ、んじゃ、ま、どうだろうな。ゲームなんかいっぱいあるからな。差別化っすよね、ほんと。ハクスラ、でもハクスラっつったら結構ないもんですもんね。モンハンも一応そうなんかな。ディビジョンも不具合多いらしいけど。まあ、アンセム以上にはならないか FF15 だったっけかな、確か。いけてなかったの。まあ、継続的には多分やると思うんですけど、私もまあ、絶対とは言い切れないんで、あれですけども。あれもうコロちゃんじゃなくて他の使おうかなと。武器が出ない。もうオートキャノン出たらそれはそれでいいんですけど、結局ね、他の武器出ないと、他のジョブもできないからな。まあ、コロちゃんだけでいいんだけど。よろしくお願いしますって物資作ったね、使ってなかったけど、多分、大体この時間帯は、週末だからどうだろうな。ここじゃないか。この時間、いやー、どうだろうな。あ、ちょっと、これ多分見えないんだろうね。はい、向こうの方だね。一人が向こう側だと、まあ全員そうだね。向こうのサーバーっぽいね。そうだね。アメリカ。お三方。お願いします。でも強いね。インターセプター。え？インターセプター今3人じゃなかった？気のせい？
あ、違うか、2だった。ストームがいない感じね。ヨッペさんともな、俺全然喋なかったからな。使うと、でもケーブル使えばできた気すんな。個人的には PC でいいんじゃないってなっちゃうんですよね。あ、言うて確かに PS4 もあんまり VC 優秀じゃないからな。でも全然十分だと思うんですけどね。そのコミュニティで、パーティー作ってさ。どうしても多分高校になっちゃうんですよ。ある程度人数いなかった場合って。固定メンバーになっちゃうんで、やっぱ一人が率先して、作ったりしないと、パーティーごとの。成り立たなくなって、ただでさえアンセムって人減っちゃったんでね。ちょ、私何してるんだ、ちょっとごめんって、ごめんって。え、ちょ、え、なんで？俺たまにマップがなんか全然違うところの時あるんですよね。いや、方向的にはいいんでしょうけど。え、なんでこれ、え、どういうことなのこれ。あ、回り込めって、そう、なんかこれ、カーナビじゃないけど、タクシーじゃないけど、遠回りしてこうやっていくみたいな。どう考えても向こうの方が早いだろうっていう。あれ、これプロトコルだよね。あ、終わったのか。すまぬ。完全にサボってたパターンだわ。すんません。ちょ、 VC つけちゃうか。ちょ、ダメだ、ちょっとごめんなさい。ああ、アンセムだけが本当にあれだな。今のやつはよいしょ。参加をしていない。そのゴールデンタイムにちょこってやったんですよね、レンジャーで。まさかのストームで500の人が来て、えってなったっすわ。でもう一人のコロサさんがあんまり立ち回りがよく分かんなかったんだよな。やばいやばい、もう円盤拾ってる場合じゃない。何もしてない私。先輩先輩、これが本当の規制ってか。ダメダメ、今日は寒いな。もうだから、ラルの武器が欲しいんですよね。レジェの。アーマーとシールドついてるのが理想かな。アーマーとダメージかな。で、あとはサイズも別にいらないな。あー、サポートか速度かな。あれ、プロトコルって簡単な方だったかな。近い、めっちゃ嬉しいな、近いと。それでレンジャーでやってましたね。で、最後の雲でみんな死にまくって、俺もレンジャーでちょこちょこ死んでたんですけどね。助けてらんないですよ本当に。でも火力出さなきゃいけないんで。で、雑魚をね、細かく最初止めればいいじゃないですか。その崖登ってったら大熊ちゃんが下から湧いてきますね。やっぱもうちょっと範囲広げてくんないかな。ああ、手がほんと冷たい。で、最初、後半になると、雲がほんと湧きまくるんであれですけど、もう序盤からもうあちらこちらに雲がいて、ちょっとレンジャーじゃさすがに全部無理で。ストームさんが、もう一人のストモさんが凍らせてくれて、ラストアーギュメントでしたっけ、あれ使って、ちょっと減らせるんですけど、でもそれでもやっぱ限界があって、集団向かないんだなと思いつつ、でも、レンジャー使いやすくなりましたね、本当に。え？ちょっと本当、レンジャーの立ち回りになったんだよな。ちょっと、冷たくてなんか反応しない。こたつにてコントローラー入れて。違うんだよな、マスターワークじゃないんだ。
あれ？ああ、バトルクライ使ったんだ。ベストフェンスも2発3発の欲しいな。これでもギア速度40ついてるんで、いや、人型じゃないですよ。人型の40って見たことないな。30% なら見たことあるけど。どうなんだろうな。アベージェマスターワークじゃないんだよな。でも火力あるね、このメンバー。インターセプター2人だって。そうだね、700は欲しいですよね、 GM さん。早ない。バイバーイ、ありがとう。寒い。いや、コーヒー飲むと寝られなくなったかな。私も多分今日デイリーやって終わりかな。最近ほんと朝方までやってたもんな。言っとくけど私定時っすよ、仕事。まあ、ドグマの時よりは全然だけど。白湯。水飲んで、お湯飲んで。寂しいな。ココアで飲む。いや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 。牛乳でも温めてこようかな。欲しいやつないんですよね、これね。そうすると他のやつの方がいいんじゃないってなりますわ。ああ、分解の道か。なんかあれかと思ったら。モッドかと思った、共通モッド。友情シールドも強くなりましたね。お、70、21。これが多分最高峰じゃないかな。マスターワークで。70と25万かな。100はないんじゃないかな。どうなんだろう。まあ、いらないけどね。氷ダメージ。最大シールドが50あるんですよね。なんか、アーマーがないんですよ。30とかそこら、50とかないんだよね。多分24までしか私見たことないし、分解じゃないや、作りまくって。もうこれも多分もうエンバーが出るようになったんで、宝から結構な頻度で。もう回収上げちゃえば、マスターワークもいらない子ですよね。変換しようを考えないと。経験値もそうですけど。経験値こそあれだと思うんですよね。その鍵を取れるようになったりとかね、もらえたり、一定の数値超えると。とか何でもいいから。簡単じゃないんかな。どうなんだろう。買わないってメイドさん、こんばんは、お疲れ様です。いや、まだ諦めてない。いや、なんだかんだでもアンセムですわ、私。安くはなったけどね。ダウンロードじゃないや、にアップできて。この工房行くときにも早くなって、こうやってボタンを押すと。ほら、あ、これじゃねえや。マジだ。こっちだね、ここ。ほら、吸って。買うしかないよ。いや、結局買わないじゃないか、ハクスラとしては。TPS じゃないんですよ、私やりたいの。銃撃戦？まあ、これも銃撃戦だけど、まだロボット要素があるんで。もう、なんだ、コールブドゥーティで満足しちゃった。コールブドゥーティまだやってないんだけど。みんなでワイワイやるやつが欲しいね。え？ちょっと湿気？なんで？なんか、これは？まあ、いいか。失礼しました。やってんすか、エイトさんは。
ハンターサムさっきやってたな。エイペックとかみんなやってっかな。フォートナイトもみんなやってんもんな。エイペックは言うて楽しいか。あんまりやってないけど。あ、これ私の来たんかな。来てるけど、なんだこれ。え、これ殺させじゃない？あ、そうなんだ、やっぱり。お、殺さずじゃん。買うしかないじゃん。買おう。あ、難しいんだ。まあまあ、そうか。で、ここですぐ帰られるのか。ほら、で、これ、ステータスが表示されなったんですよ。もうマックスまで私行くけど、武器が出ないんですよ、もうロクなのが。もう引き運。だからなんか別のジョブやろうかなと。ペロッと死んでる。そうなんだ。まあそりゃそうだな。一番難しいものだと。スッて。でもビルド結構いろいろあるからいいっすよね。それが楽しいんすよ、アクセラってやっぱり。なんだっけ。ディアブロ3だっけ？でも俺やったことないんだよな。なんか良かったらしいけど。いや、どうなんだろう。セット効果とかもいろいろあるのかな。なんだっけ？ああ、そうだ。見た目。これか。なんかドームみたい。あ、これも手に入んのかな？もしかして、やってれば。なんかよくわからない感が半端ないな。なんか、シュッて、細くなったな。相変わらずレジェンダリーは出にくいっすよ、ウェイトさん。まあ人によりきりだけど。まあボスからは出るようになったけど、体感的にん？って感じっすわ。で、GM1 がなんか出にくいかな。難易度が上がった分じゃない。軽くなった分。GM1 は多分、なんだ、マスターワークス揃えちゃえば簡単にいけると思いますわ。前のが難しかった。行こう、ガンガン行こう。GM さんだ、もう。で、これでストームが一番多いかな。500か。私あんま気にしないんですけど、ストームでもインターでもレンジャーでも、パワースイッチになってりゃ。ずっと同じだし、そうだね。たまにみんなでこう、新規とかがなんかやる機会があったらやるぐらいでいいんじゃないですか？誘われたらちょこっとやるぐらいで。で、多分そのうち来ると思いますんで、クランだったり、安定してきたら、ちょこっとやるくらいでいいと思いますよ。うん。まあ多分俺も CG に戻っちゃうかも。かっこロボと言っていいか。長くできるやつがいい。そう考えるとゲームってやっぱコスパいいっすよね。まあ、ケチくさいけど。あまり課金って私しないですけどね。引きはないんで。逆にこう、神ゲーとまではいないですけど、こうね、全然長くできるよってやったら、ガンガン課金すんだ。アバターというか、着飾りというか。棚でおねんね。ああ、パッケージ版なの？フェイトさん。
今1万、俺これ1万で買ったけど今3000ぐらいだっけ？もう損したとは私は思わないけども。ほら、こういうのが多いんですよ。ストームが本当多いね。だ今、ストーム、昔から言われてなくて、出た当初から、頭割っちゃうんじゃないって威力ね。マックスまでいっちゃうんじゃないって言われてたんですけど。でも全然凍らしたりとかすればいけるんですよね。あと、ウルトか。ウルトは未だに強いんで、どこでも弱点確定で当たるんで。ストームとインターかな。いや、コロも大概か。いや、コロが一番あれなんですよね。ちょっとぐらい低くてもなんとかなるんですよ。硬いんで。結局、ある程度、ね、幅狭いけど、ビルド組んじゃえば。ビルドというほどもんじゃなくて、ただアーマー硬くすればいいだけなんで。買わない主義。ああ、なるほどね。でもやっぱ楽しみなやつでね、入れるっしょ。ディビジョン2とかでも、わかんないですけど。とか、あと、バトルフィールドとかもさ、あって、全然人がいてできるんだったら。やっぱね、自分が好きなやつだったら目いっぱい遊びたいじゃん。まあ逆に全然だったらあれなんだけど いくら好きなやつでも。まあ、お金にケチするのもあれなんだけどね。だからといってね、出し惜しみするのも難しいところだよね。よいしょ。難しいところよ。わかる。でも俺逆に言えばオンラインとかなんかこうなってからは、本当オンラインが新鮮になっちゃって、逆にやんなくなっちゃったっすね、 RPG。 本当最近の全然やってないですもんね。スターオーシャンって本当好きだったけど、テイルズ・オブとか FF とか、空の奇跡とかのやつも最初のやつ全部買ってたけどな。ゴッドイーターとか、ファンタシスターとか。懐かしいな。それはでもね、ちょっとフェイトさんも RPG 全部やってたからちょっと嬉しかった。あ、やっぱいるんだなと。いるんだ、やっぱ好きなやつは。まあ、アクション系も、デビルメイクライって、なんだっけ。バイオハザードとかも。だからなんでマスターばっか出るんですかね。一応なんかお、なんかファンタシスターみたいにこう音が鳴るようになったんですけど、あんまりそんな聞こえねえっていう。音鳴るんですよ。ルルアのアトリエ？あ、なんかあったな。CM でしたっけ？なんかあったっすな。RPG だな、やっぱ。だからね、もうオンラインだからこそのこうオフラインっていうのがなくなっちゃって、まあ、赤狼とかああいうのはもういまだに、ね、あれはもうダークソウルみたいな感じでガチでこう高難易度を楽しむやつだから、何回も何回も死にゲーでやるのが苦手って人にはあんまり向かないんでしょうけど、あ、そうなの？3日で早っ。 そんな簡単だったら、なんか、ラスボス6時間かかるって聞いたけど。5、6時間。最高難易度ってことなのかな？昔、天誅っていうゲームがあったんですけど、なんだ、すげえ前、PS1 っすね。なんだ、あれだよ、メタルギアあるじゃないですか、メタルギアソリッド。あれの、日本の、忍者昔バージョンでこう、あんな感じにちょっと似てたな、赤色。いや、お互いに真似したみたいなのはないんだけどね。ああ、懐かしいとか。まあでも難しさはそうだよね。赤色は確かに難しそうだと思った。あ、そうなの？あ、じゃあ最高の間だな、6時間っつうのはきっと。俺もああいうの好きだからちょっと買ったらずっとやってそうだけど、なんだかんだでやって勝手にやってないな。あ、じゃあ裏ボスなんかな。あー、そんなかかんだ、やばいね。
それが一番いいよね。買って売る、すぐ。赤老ってどんぐらい売れたんだろう。結構売れた。なんか、海外の人とか買いそうだな、向こうの人とか。ゾンビのやつも出るんですよね。買おうかなと思ったけど、協力系のコープゲーか、どうしようと思いながら。少ないから結構楽だ。あ、そうなんか、まさかの。なんか鬼武者みたいな感じがした。いや、私見てないんだけど、そんなに。そうなんだな、今簡単にこうね、 YouTube とかで検索すれば分かっちゃうからな。よいしょ。ゲームセンターがスルタ理由みたいな感じになっちゃってますよね。よいしょ。よっこいしょ。電池が切れ申した。危ない危ない、申し訳ない。ああ、え、待って、誰も なぜ倒さない。おいおいちょっと待って、なぜじっとしてんの。なぜ倒さないんだ、なぜ倒さないんだ。覚えるの疲れた。なるほどね、そこあれだよね、やっぱ動き読んでだんだん学習能力じゃないけど構築してたね、自分でパターンを。軽いモンハンじゃないけど、ダークソウルも俺もそこまでやったことないんですけど、まあ、でもあれは確かにな、死にゲーだよな。ああ、誰か入ってほしいんだよな。 GM さんだからな、正直全員がこもるわけにいかないんですわ。ちょっとこの人たちに入ってもらって、私ちょっと、あ、じゃあここいたのか。しかもエリートやんけ。人間ラスボスとは人間のやりなの楽しい。あ、そうだね、マジ鬼武者。いや、マジ天柱なんだって。すげえマイナーなゲームだったんだけど、忍者ゲームでさ。フックショットじゃないけど、あんな感じでさ、あの屋根の上行ったり登ったりとかさ。懐かしい。よいしょ。あ、でも赤炉誰かでも買ってそうな。にゃんちゅう？いや、めっちゃうまい人いるな、にゃんちゅうの。結構なんか真似しやすいって聞くけど、そうか、私が下手くそなだけか。出ないんだよな。パトルくらい持ってないかな、この人。あ、センチネルすごい見えるんじゃ。コロちゃんのこれ今俺10万入りますよ。このヒーローランディングの爆発と、いかないかな、嘘ついたかな。あ、嘘ついた。4万3000、2万3000。いや、パトルくらいでか。パトルくらいで多分7万いくと思うんですけど。あ、ダメだ。
ね、難易度でちょっと変わる気かな。このね、どんどんやってる簡単なお仕事。もうね、凍らしちゃうとね、酸が効かないんだよね。ごめんね。あ、でもまたこれ使ってるね。あれ、溜まってないんかい。溜まった。ドカーン。一番弱いね、やっぱ。コロちゃんの特殊が。ウルとか。結構いるな。もし喋ってんかな、多分ノイズかな、接触不良な感じもする。武器が欲しいんじゃ。バトルゲームは正面の敵しか反応しないんでね。ナイス。ヨッペさん来ないからダメかな。ちょっと喋りたかったな。積極的にやっぱ入んダメだな。ちょコミュニティがあれ発信していいんだが完全わかんなかったな。あ、普通の植物だった。あれ？あ、ここ。あ、ここなんかーい。え？あ、ダメージがない。ベストオフェンス。あ、お尻って回収しなかったけど、怖いですよね。なんかもっとはっきり見るようにしてほしいっすわ。どこまででも。あれ、なんなかった。あららららら、ナイス。行ってくれんな、任すか。あ、よいしょ。あれ、当たんなかったか。2000、68000。おお、壊れたのに壊れた判定なってなかったな今。お、地震か。ガンガン使うか。
率的には大丈夫そうですね。そう、打破がないから死ぬんすわね。本当に HP が回復できなくて、敵を格闘で倒すと HP が 20% だったらな、マーチ回復するっていうのがあるんですけど、それを持ってないんですよ私、レジェンダリー。一番欲しいのが出ないっていう。エリートでこれか。飛べなかった。やっぱ単体はレンジャーだね。レンジャーインターセプターだね。単体最強なのは確かにインターかな。最強って明記しちゃうとそれはそれで止まらないのね。確定しちゃうね。最適解は。え、今音遅くなかった？レンジャーでもあるけど、たまになんか音が遅れて聞こえてくるんですよね。未だにあるっていう。これあれ、なんか4体もいる。中央に向かって撃ってくるのがあった。全然気づかなんだ。レンジャーのギアが本当にいらないですよね、あれね。いろいろ作ればいいのに。おお、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、よいしょ。あ、ダメージがほぼほぼない。おっと、大丈夫か。助けてるな。あー、一応やっぱり貫通はするんですけど限界があるんですよね。せめて正面どこまででも 50m ぐらいまでと思うけど、そうでもないですよね。はい、おっと、え、あー、ワープしたんか。決まってワープするよね。よし、溜まったぞ。よし、バトルこれ使っていくわよ。もう私攻撃手段がこれしかないっていう。いや、武器あるなら武器使った方がいいですよ、うん。あ、これだめだ。武器なくてみんな殴ってるパターンのやつだ。見えない、見えない、待てほらそうなっちゃうんだよな。殴っちゃダメって GM さんだよ。加減っすよねこれ。言うてショットガン使えばよかったな。助けられないんじゃないかな。あ、やべ、危なー。今当てたよね。当ててなかったのかな。あ、やべ、助けちゃえば。あ、そっか。狙われてないな今。え、埋まってない。え、どういうことなの。え、助けたの、なんでー、なーぜ。あ、あ、そういうのいらないですね。やっぱ武器ですって。
レジェンダリアどうですかね。こやつらも倒した方が良さそうだな。まあいなくなっちゃうけど。強化外骨格か。数値が低い。低すぎるよ。ほんとレジェンダリー。ああ、バトルくらいだけ見るか。ギア速度もな、人がだったらいいんですけど。おっと、24あってもな。分解が欲しいです。レンジャーでにいけなくもないけど、死んじゃうと申し訳ないですからね。確かに着ていく服がない状態。まあそれでもやっぱおとなしくね、 GM1 とかねがいいんだろうな。ちょうど中途半端の時のパワースイッチの時は無理せずにね。パーティーでやってれば結構連携取れるんで、多少低くてもなんとかなると思うんですけど、まあ、メインで上げてればね、武器とか手に入るんで、そうでもないんかな。いや、私ないけどね、武器。ちょっと湿気。あれ、そうでもないんか。よくわかりません。間違いない。十分な品質。100メガ出てると思うんだけど。あれ、もしかして俺切り替わってる？でもこれ切っちゃうと終わっちゃうもんな。くださいと。レジェンダリーの3はつらかったな。あれ？あ、こっちか。見てるかな、みんなフレンドかな。
ければコメントをね。出ないなぁ。レジェンダリー初日私出なかったですからね。いや、じゃあ2日目か。初日で多分デイリーとか終わすときに2個出たんですよね。まあ言うて全部3だけどね。 GM もう2時間ぐらいかかるな。 GM さんで総合的にやったらストロングホールドもなぁ、まあ、あれは2だね。3はちょっとなぁ。フルパでやるならまだいいですけど、パーティーでそうじゃなかったら辛い。さっきも GM2 でちょっと辛かったんですけど、規制って言い方でもそうだよなぁ。500ですから。500って逆にすごくないですかね。だってマスターワーク、GM1 を返してないって感じがするな。でコロッサスさんの立ち回りがよく分かんなかったんでね、コンボしないで肩格闘でどんどんやってたんで、まあボルティックじゃなかったんで、でもライドニングコイルと今日火炎放射器あったんであれですけど、これモーションが長い。お、キルもやつある。そんなのあるんだ。そう、これぐらいだったら全然いいんですよね。お、ストームですごいね。ストーム持ちとなんか上げていってもんだよな。弱点特化みたいな、そんな感じの属性、敵の弱点属性に合わせると威力上がりますとか、いろいろ思いつくと思うんだけど、簡単じゃないかな、プログラム組むのは。言うて、まあ、デバッグが足りないな。あ、別にいいとか、いいか。ミテロの奇跡。でもここからポロッと出すからな。あれ。いや、いいか。そうなんだよな。これ絶対避けられないですよね、コロサスは。もう食らうしかないっていう。触らなきゃいいな。恐るべし、ピカチュウ。やられるのが早いの。地球防衛軍みたいにこうね、結構優秀だった。でも溶けていくか、それでもやっぱり。え、ちょっと待って、今当たった。ちょベストオフェンス外したんだが申し訳ねえ。敵のど真ん中で4体いたんで、中央当てればHP マックスで乗ったら全部外すっていう、ちょっと手前すぎたんですね今の。先般ですわ。これは復帰した方がいいな。申し訳ない。そう、これが当たり前でしたもんね。じゃあね、これが普通なんですよね。ベストオブベンスのあの壁当たると回復するっていうの。それじゃなくても多分、先般だけど私。ちょっとダメージ変えてたの気づいたけど、ベストベースがあるからいいやだったら、スッて死んだ。面目ない。ああいう時緊急動力なんでしょうね。緊急もレジェンダリーないんだよな。そう、なんか配信してる人で緊急努力のそのアーマー90のシールド60だったか65を持ってる人いたっすね。びっくりしたっすわ。レジェンダリーっすよそれ。安泰じゃないですかって思いながら
羨ましいわ。そう、これチームさんだったら忘れてたな。いや、過信してたわけじゃないんだよな。そう、ストームエレメンタリストは2人いるとやばいですよね、ダメージが。コウちゃんでもスッて死んでいくもん。まあ他のオペレーターは死ぬよね。オペレーターって言っちゃう。ジャベリン。あれ？ああ。え？こんなに位置ずれたの？おう？この多分バグなんですかね。状態異常、氷とか火と、あれ2個かければなんのかな。ずっとなんか、インターセプターがコンボの音鳴って、連鎖するんですよ、コンボが。具合っぽいんで、あんま乱用するとあれなんだろうけど。たまになっちゃうときずっと鳴ってるんですよね。よくあるのはやっぱこのボルティックの氷と、あとラル使ってこう、炎溶かして、氷溜かして、で、こうやってると弾になってくる。やっぱ状態異常に2つ、酸と氷かな。あれ、なんで今外した？ああ、よいしょ。そう、こうなっちゃうと本当、やっぱ打破がないと回復できないんですよね。もうちょっとサポート速度ないと常時発動できないんですよね。そう、敵になってみて分かるけどね、敵ってか攻撃してシールド体積広がるんで、まあ当てやすいですよね。任せるか。いやー、これですよ、追尾すんの。あ、またさあやって自分で氷にかかりに行きましたからね、今。びっくり。あ、またそれ当たったんか。たまにすごい回復しないときあるんだな。ベストオブエンそうなってくるとやっぱ欲しいね。2発、3発あればあるほどいい。ちょっとやっていくかな、私が。あ、待って、これめっちゃ広いじゃん。待って、これ倒さないとダメなやつだ。今いたな。あ、味方だった。溶けてなかったのか。自由な時間が減っちゃうんですよね、サポート速度あんま上げすぎちゃうと。まあでも常時発動的って考えたらやっぱあれなんですけど、やっぱ持続を上げたいですよね、どちらかというと。ほんと隙がでかいんですわ。いや、使うけどね。でもこれだからこそのこの壁で使えってことなんだな、こうやって。安全にね。え、これ敵入ってるの？ああ、お主か。
届かないだろうな。こういう時、あいやダメだな、ほんとやらかしてますわ私。ほんとストームを目の敵にしないと。ああ全滅しちゃった。そういえばザコじゃないんですよね。ストームどこに、エレメンタリストどこにでも狙えるから恐ろしいんですよね。逆にこう入り組んでればまあそれでもやっぱりジャンプしてくるんだけどね、ギャングというか敵というか。戦略性もないですよねやっぱりね、難しいな。そこを考えてやっぱドグマか古いな、ドグマも何年前や。でもやってる人やってるからな、私のフレンドでもね。あ、どうだろう、切られちゃったから、もう引退しますって書いちゃったからね、その何でしたっけ、ドッパーの方のアカウントのやつで。アカウントはこのアカウントなんだけど、それのキャラクターかな。タンクが大好きだ、タンクがあんまりこれ機能してないんだね。下だっけか、いや前よりはレジ出やすくは。あでも結局その最初の頃って GM1 ばっかりだったんで、今2とか2、3行ってますけど、結構な頻度で。ちょっとこれ氷格闘で引っ張られるんですよね本当に。あなんかさっきのデジャブ感半端ない。確かにオートキャノンなんでしょうな。7万2000円、7万8000円かな。え、レンジャーいる、もしかしてロケットランチャー。 RPG 持ちのレジェンダリーもたまにいますよね。あーやっぱレジェンダリーじゃなくてレンジャーさんでした。やばいですよ、こいつは動きを止めないと終わるパターンですよ。あっ、ブブ、やっぱ引っ張られちゃうな。あれなんで今コンボ発動しなかったんだ、レンジャーさんの。奥で湧いたもんな、さっきな。で、こう、中央に寄ってきたんですかね、ストーム。エレメンタリストが。やっぱ誰か塞がないとダメだな。あちゃ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 。あれ？見事だね、びっくりしょ。あ、行ってくれてるね。
あ、止めてくれてんな、言うて、ストームさん。この人確かレジェンダリーだったね、このストームさん。ん？待って、後ろにいない？あ、違うか。よしよし。ん、今、なんか行ったよね。これでカバーに来てくれると嬉しいんですよね。言うてつらいか、お互いに。あれ？なんで溶けない？で、これでまた固めて。どこ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 ？え？そんな下にいるの？ええー。はい。何に離れてくれてたんだね。フロートシューターじゃ無理だな。剥がせないな、それは。イベニア持ってないかな。あれ？ナイス？叩こう叩こう。よいしょ。武器が欲しいんだけど出ないんだよな。ラルでもいいからくれないかな、レジェンダリー。アーマーだけでもついててくれれば。今 GM3 でやっております。デイリーですね。レジェンダリー以来。あ、こっちか。あれ、これって、あ、違うか。これ伏せれないからあんまり見ないよね。あ、獣だからまだ簡単か。あ、違うか、あれは。ただいるだけか。はい、来た来た。俺は一人か二人かもう前に行くしかないですね。私はもう武器がないんで、もう行くしかない。お、凍らせてくれてるね、ありがたい。うえ、こんなとこにいた。あれ？使うか。あ、入っちゃってんか。連携が取れれば辛いね。あれ？あ、今味方に当たったんかな、センチネルに。あら、ひひひ、柱に当ててく。うわー、また。
エレメンタリストは自分から入っていくバカなやつめ、降りてこい。いや今当たってないな。これは開けたくないんですよね。お、雷持ってるじゃん。一人じゃ無理なんすわこれ本当に。でお互いにこう一体一体をこう張り付いてね、と飛ばせないようにすれば。アイスケチャップ、あれ、出ないな。まあスターワークじゃないんですよ。お前じゃない、それ倒すの？え、削れないんだけど、マジで？2回当てれば格闘か。いっちゃうんかーい。カニから出たことありますからね、レジェンダリー言うて。ちょっと嬉しい。あ、これじゃないのか。ターレットは全然試してないな、レジェンダリー。そこ、いやでも、エピック出るから出るのかな。これ出ませんっていうのないですよね。環境生物も。出ますからな。あっせ。あれ、すごい感度が合ってないのかな。あれ、あ、違う、これ壊すやつじゃないのか。大丈夫かな。どれくらいありきか。時速もっと上げたいな。でもないっすもんね、そんなの。あ、違う、まず壊さないとか。いや倒しちゃうか。お、聞こえたけど違うんだろうな。どういう音だっけ。あれ、どこ近いぞ。あ、これか。あ、一回で壊れんかい。お、近い近い、痛い痛い。
暑いです。今一気に回復したな。使っちゃったよ。こんなことならバトルクライを使えばよかったね。アサルトライフルもありますよね。リロードがゼロになった時か、弾が。ダメージが、あれ 50% 物理カットでしたっけ。え、乱射マンにやられたかな。あれ、あ、いた。硬いですからな。これもうあれかな、レンジャーに譲った方がいいかな。なんかこれ選択肢がないんですよ、私。武器が弱いからっつって、もう2匹かれてやっぱダメか。立ち回りじゃ立ち回りですけど。おの今重かったらなんだ。なあ、スナイパーがいるのか、外側に。レジェンダリー？あ、え、え、今死にましたよね、私。え、なんで復帰した？持ってないんですよ、私。まあ、でもね、そっちに今やっぱいなかった？あー、乱射マンが結構いるのね。あれ？命中率よ。あ、結構いるんだね。ハンターでしたっけ、確か。じゃあレジェンダリー倒したのかな。スナイパーじゃなくてこやつなのかな。スカーハンター。で、これで打破があったらベスト外して、でもやっぱきついか。コンボ200なるって言っても、ソルベルト、ん？ソルベルトだったっけかな。あれ、倒しきれない。溶けるねー。そう、近距離でも平気で炎やってきますよね。近づいてりゃやんないんじゃない。そんなこともない。そんなことはやっぱりあれか。申し訳ない、ありがとう。あれ、当たらないよね今の。ナイス。レ
チェンダリーないんだよな。何でしたっけ、レジェンダリーライじゃなくてその新しく出たやつか、あれ宝ありますもんね。あれの方が、でも GM さんは正直きついな。あれはノラでやるやつじゃないと思うんだよな。やっぱ普通にやると結構下まで潜っちゃう。あ、これあれか、フューリか。はい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 。下っぽいな。あ、や、今あったか、あれか、私スルーしてた。いや、そうだね、下だよね、やっぱりね。いや、取ったんかな。あ、ここだった。もう下ってこうないのか、言うてなかったわ。このたらい回し感、どんどん行く。切れない。ちょ、なんでたまにある。なぜ突っ込んだ。いや、ストーム二人もいるんか。倒しきれたね、これで。まずはお主だ。あれ、他の来てないのかな。え、あ、今来たのね。なんとも言えないですけど、またストームか。
いやー、ここでリロードかかる。いいひー。だー、なるほど。あ、一応発動するのね。これ多分消えるな、ゲージ。どうだろう。あ、こうして降りちゃえばよかったな。やっぱあっち側から回ってった方がいいね。湧いたんだね、また。押し直そう。メモない。教室な。言うて死ぬときはとことん死にます、私。メモない。やっぱ周りの味方の動きにちゃんと合わせて試すな。え？え？遠くない？そうでもないか。いや、そうでもありますわ。あ、はい。うおー、ちょっと待ってくれ。あれ、反対側からまさかの。なぜ？ゲージなくなってる。なんたってストームっすわ。やべ、また同じ鉄を踏みそう。ダメだな。ん？そっち側にいるの？もう開いてるのか。いい。溜まってないのに、うそーん。ナイス、何もしないです私。今だってラルアーマーしかついてないですもん。マスターワークですし。そう、こうなるんですよ、ずーっと発動。状態異常2つかければいいってことなのかな。そこ、あー、そこたまりそうだな、それな。何も出ないよ。お疲れ様です。私今日レジ見てないな。あれ、いや1個、うん、あい、うん、1個見たか。ヒーローランディングも出たんすよね、やっと。レジダハだよ、ダハ。あとはヒーローランディング絶対やっぱテーブルありますって。同じなのは結構3つ。ヒーローランディングやばいな。ああ、でもそうか、言うてレジェンダリーだもんな、これ。そうか、依頼かだからなくもないのか。
そっかそっか。でも3つだもんな、びっくりだな。まあ、そっか、もっとこれ出るもんだもんね。びっくりした。ためにありません？武器が同じのは。結構な、テーブルなんかな。どうなってるんだが。放射器強くなってもな、ストーウェンスが外せないですよね。 GM さんは溶ける、どうしても溶ける。全部終わったかな。寝ますかね。再び湿気。あ、兄ちゃん早いな。チャレンジ終わったかな。見えない。ストワールドもやってないな。ストロングやって終わりにしますか。あ、これってあれなんですかね。レジェンダリー任務って宝出るから確率的には悪くないね。まあいいか、ストロングホールドやって寝よう。いや、さすがに3はあ、もうなくても正直武器なんすよね。結局武器がないからいけないんですよ。GM にね。あ、1でやってみるか。簡単そうだな、1にすると。でもね、回すってたら全然ありなんですかね。いや、それでもやっぱり2かな。あれ？あ。待て待て、回収じゃない。718じゃいけるんだ。2でやってみますか。何いらない、コンボいらないね。今でね、ちょっと3は で、これで武器がさっきから出てるんですよね。さっきじゃないけど昨日かな。お、初めて最後見た。あれ最後なんかな、あれは。え、待って、出撃キャンセルと表示。あ、大丈夫か。
死刑。します。お、おーちゃん二人ストーム。ババ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 バくんかな。あ、なんか全然違うとこ行っちゃって。あー、失速するね。あ、これ押しっぱでこうなったんでしたっけ。マスターマークコロコロ出ますな。あ、押しっぱでよくなったらいいな。便利だね。スッて死んでく。申し訳ない。あれ、私これ積んだかな。いやー、積んでないと思うな。緊急動力でしたっけ。ごめんね。やっぱ新鮮だね。コロちゃんとはほんと対比な感じがしますわ。あー、ショットガンじゃないのか。なるほど。いや、倍率をこれ上げられない。くっそ。そうなんですよね、壊れてるんですよね。ダメージがそもそもそうでもないな。でもあったね、本当にアップできてから。そしたらこれ使ってるのが一番ダメージが取られますよね。やべ、当たっちゃったから大丈夫かな。車に取っちゃおうかな。いやー、ダメージ低いな。こんなもんだったかな。消えちゃう消えちゃう。あ、よいしょ。インターセプターのお仕事。おお、びっくりするよね、本当に。言ってまだ湧いてはいないのか。そうだ、私あれだ、インターセプターなんだよ。コロちゃんじゃないんだよ。その人先にコロちゃんをこうね、
そっか。マネージャーどんなもん、ね、スイッチ見とくか。で、最初の2、3000円ぐらいじゃなかったでしたかね。ほんとジャンプする概念がないからな。まあ、レンジャーやってるのまだあれなんでしょうけど。ああ、どうしても三角連打しちゃう。あ、まだ溜まってないのか。いやー、なんか打った方がやっぱいい気するな。あれ、俺これタラシス強い方、強い方っていうかレジェンダリーなやつですよね。いや、もうちょっとやっぱ感度上げるか、覗いた時の。ほんとクロスヘアにこう留めとかないと。あー、ダメージ低い。こんなもんなんか。悲しさ。むしろ私の担当だ、集めるのは。すまぬ。3つぐらい取ったけど。俺もほんとわかんないですよね。ほら、消えるんだもの。それはないよ。どこまででもほんと、透明化してくれ。あれ、前そんな感じでしたよね。違ったからな。あ、ちょっと明るいからか。あれ？こんなとこにあったっけ？この、ここにあったけど。これあれだ、初期だ。そういうオチだ。ほら。よかったよかった。あ、失速してる。やっぱ慣れだね、何事も。人間学習能力があるからな。まあ初歩中の初歩なんだけど。ここだと GM1 でも、ね、後ろからじゃ、ね、タンクが一発で沈められてましたからね。まあ多分無理なんだろうな。え？ちょっとやっぱあれか、6番低くない？低くない？ナイス。あれ、どこ？ あれか、低い。そして見えない。コントローラー変えるか。もうやっぱ相性は悪いな。当たり前か、シールドの時は。あ、これそうか、確か飛べないよね。ですよね。あ、そうか、3回飛べるから関係ないのか。これどんぐらい取れてんだろう。あー、でかいね。へえ、なるほどの。当たってない。いやー、どうしてもやっぱ三角を連打しちゃうわ。集めよ。え？痛い。
あれ？今あったよね。あ、これか。もう、あ、なるほど。モンハンもし、クロークリップしないと、つらいね。だって、ダッシュしながらこのやつができないですもんね。駒から。ああ、集めてくれた。うわ、溜まってなーい。なんていいだ。あ、外したやつだ。はい。はい。やばいやつ。あとちょっとなんですけどね。たまんないかな？ダメかな？あ、たまったわ。よし、行こう。待たせたな。あ、よいしょー。あー、削れるね。こりゃパワー上げれば確かに威力団地ですね。へえ。これキャンセルできないんだね。これいや武器チェーンすればダメだな。ちょっと任して先に2個。おえー。そうは問屋が下ろしてくれなかった。取ってるな。ダメだ、ほんと慣れないね。スナイパーにやられたのかな。今んとこオブザーバーで一回レジ見たぐらいだな。でも出るようになったんで、初めから殺せなかったと思うんだけどな。ん？あ、まだ結構いるのか。あ、気にせぬ、気にせぬ、使え、武器上げるやつを、もし、外しちゃってんのかな。あ、これも構えながら、あー、なるほど。あ、ダメだな。ん？あ、ダメだ。ダッシュすると撃っちゃうね。あ、ちょっと見なかったけど、まあ。ダメだね。うん、ひぃもう一応出るんですかね、ここのやつも。いや、行こうと思わないな。道中で行ったらいいんですけど、ついでにな感じでね。あ、しまった、しまった、しまった。これの方が早いからあんま苦ではないかな。ガンガン行っちゃう。ここでも出てるんですよね、2回ぐらい。え、でもやっぱダメージが。あれ、四角押してるの、なんでなんない。そんな時ってあるよね。
やだー、やめてー。あ、そっか、シェードガイクスペースもありましたな。倒してくれないから、もうこれか。行こう、素直に行こう。アセプターが率先して、あれシールドって私低かったか。あ、そうか、パパポンプだもの持ってるのな。あ、ここ2個ある。あれ？あれ？こっち？ああ、戻ってくれたか。え？え？結構壊せないな。さあ、来てくれるかな？上で戦ってますな。上っていうか下でか、違うんだ、来てほしいんだ。じゃあそうだ、パパポンプじゃない、あ、そういうことか。パパポンプあったらそうだな、あんまもっと上がってるんか。まあ基礎値が低いんで何とも言えないんですけど。あ、でも来てくれたね。全然効かないね。え？ぐるぐるしてるか。ストームさんのとこさえ壊せればいいんだよな、最速で。ロスターさん2人いるから、いや、これどうしても違うのに使っちゃうな。前何してたかな。ああ、それだけで壊せるんだ。私機能してないんだよな。わなくていいんですよね、あくまでエイムが細かく合わせるだけだって。その方が早いというこの現実、私の出番がなくなってしまった。ナイス。
はだっ、はだっ、はっ、はっ、しょんぼり。失速する。だよ、私の火力じゃ倒せない。ヒヒー。あ、でもこうそっか、これ3回飛べるから容易に受けられるな。オーバーヒートになってもまだそこにいて死ぬ人いるんだよね。ボトロックはやらないんかい。あ、そっか、言うて私これ用に持ってきたんだもんな、これな。え、なになに。ああ、なお一発待ってない模様。9万、前12万か3万いかなかったかな。ああ、言うてもろもろ全部のやつか。貯めたいけど貯められる気しないな。はあ、これだけでシールドが剥がれちゃうんじゃ。湧かない。にひー、止まれ。よし。あー、ビーコンすんの忘れた。インターセプターは本当継続的にダメージいいですよね、当てられるんで。あ、この子跳ねなかった今。ゲージを稼ぎたいです。あ、あ、引っかかった。あそこに毎回毎回引っかかるか私。改めて思うな、氷大事だね。え、溜まってないの。ちょ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 、こんな死に方は嫌だ。解除ってどうやるんですかね。
あ、止まった、ありがとう。あ、じゃあちょっとお願いするか。重かったな。え、あ、死んだか。死んだね。最初の頃とかこれで死なないようにウルトっていうの持ってたけど、私がうかつすぎた。そう、これも終わったら生き返らせてくれればいいんですけどね。ありがとう。出てないんだよな。みんな開けてくれた。これがいいと思いますな。だ、初めて私これ今鍵3つ持ってるけど、初めてやった時私1人しか開けてなくて、あれと思って、それがあったんで、こう率先して開けてる人の時にしか開けないですわ。そうすると開けてくれるんですよね、みんな。そういう使い方はいいかな。パーティー組んでればね、ずっとできるんだけど、確実に4つできるんですけど。でもこの仕様も考えもんですよね。戦利品出ないんだけど、これあれなんかな、スキップしちゃってるとダメなのかな。スキップしないで見てみようか。あ、そういうことか。なるほどね。やっぱじゃあスキップしちゃダメなんだ。動力、チャージ、そういうことね。私がスキップしてたんだな。サタティー、あ、アブソリュートゼロか。コロちゃんね、なかなか見ないんですわね。私コロサスしか使わなかったんで。連続ヒット、なんかそうやって見れば私完全にスルーしてたもんね、スキップして。まあ、これも簡単に入手しすぎちゃうとな、鍵
先のやつは多分機能しなくなるっていう感じなんでしょうな。もう3時だ、早い。あ、フリープレイ行かないとダメな感じ？あれ？なんでデフォルトしかないんだ？あ、これも決まってるんだ。ちょっと一回行ってみるか。あれ？あ、こっちか。こっち多分何もついてないからね。パーパーポンプじゃないですよね。回避って上がるやつでしたっけ？あっちの方がいいよな。結局リロードしなくちゃいけないんだよ、パワーポンプって。敵の隙が少ないやつとかでも、まあ、ひるまされちゃって、リロードできないですよね。あ、関係ないか。いや、関係あるわ。回転タリスマン、機能しないでしょ。まあ、服、あんま使わないからあれですけど、私、インターセプター。それ慣れちゃうと、それそれでね。異次元の弾どっから補充してんだ。ああ、じゃあ終わりにしますかね。ちょっと今フリーいっちゃったけど、これも戻らないとできない。あれでもプリントってあれかな、ジャベリンごとに違うのかな。どうなんだろう、リプレイ3回やっちゃうか。本当これ切れないんだよな。3時だもんな。あら、一人いない。お、インターセプターばっかだ。あ、この時マイクだけになっちゃうのか。この時間多分日本の方は少ないと思うんだよね。いて、結構売れたのかな、アンセムちゃんは。
高いね。これもうほんと15万貯めさせる気ないっすよね、運営は。で、発売日から結構私やってて、これで5万っすもん。痛い、シールドがめくられてしまった。あの人なんかやってんのかな、一人でも回ってんかな。いや落ちるか、ごめんね、ちょっと確認ためだけだったね。しぼまりするかな。これ多分俺の方が見てんかな。フェイトさんかな。寝落ちちゃったかな。じゃ、またお願いします。お疲れ様でした。したら、中途半端か。鍵なぁ。これも奪い合いですよね。自分は開けたはいいけど、持ってないってだと。人間の心理だけどな。使ったからには損したくない、得したいっていう。ないものねだり。あれ、これ重複でもしないって言いましたね。重複でしたっけ？プリントとか装備は。見た目か、見た目装備。ついついこうしちゃうんだよね。私もフリープリこれ言ってなかったから、何個があれかな、まあ、そんなに取ってたわけじゃないんであれですけど。頭ごついっすよね。あ、こっちの方がそれっぽい。どうなのね、やっぱり。サポギアもこれも消しちゃっていいんだな。そっか、ストームが3つぐらいあったんですよね。とか。
4つだ。すごいな。ダメージ耐性がヴァンガード総じて優秀なんですね。10秒間60。ああ、こっちもどっちも、ダメージ、敵を倒すと当てるとじゃないんだね、そこは。あ、これ715なんだ。いらないかな、言うてあまね。まあ、死ぬときスッて死んでいくだろうからな。電撃持ってなったら意味ないですよね。シューも持ってないからな、もう使わないからね。50なんだ。150欲しいけど。よし、じゃあ終わりにしますね。ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。アンセム楽しみましょう。良きアンセムライフを。ではでは失礼いたします。今1人増えたけど。あれ？あ、これで切り替わっちゃうのか。いや、やっぱ殺さずにしとこう。サポゲもこれ本当いらないよね。どうやってこれ消すんだろう。まあいいか。おやすみなさいです。では、失礼いたします。疲れ様です。タイト。やばい、スクショ撮っちゃった。